皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校6年生の武士の政治が始まるの4時間目、元との戦いの学習になります。今日の学習で必要なものは、教科書とワークシート、元との戦いです。用意はできましたか？それでは授業を始めます。教科書の112ページと113ページを開いてください。まずはじめに、前の時間の学習内容を簡単に振り返りましょう。一つ目は、源頼朝は平氏との戦いに勝ち、鎌倉に幕府を開いたことです。二つ目は、幕府は御家人と御恩と奉公の関係を結んで政治を行ったことです。ここまでが振り返りです。今日の学習の課題は、元との戦いは幕府の政治にどのような影響を与えたのだろうです。まず、元との戦いの様子について、112ページと113ページのアの絵を見てみましょう。問題1を見てください。左側の元と右側の日本の戦いの様子について、戦い方や服装、武器などについて気づいたことを表に書いてみましょう。6分間ほど考え、各時間を設けます。いかがでしょうか？書けましたか？では確認してみましょう。戦い方についてですが、元軍が集団なのに対して日本は一人です。服装に関してですが、元軍の服装はコートのようなものを着ています。これは細かいチェーンを服のようにしたもので、刀で切っても体は傷つかないようになっています。しかもしなやかで動きやすいです。一方、武士の鎧は主に板を重ねて糸でまとめたもので、兜を含めると30キロ程度ありました。動きにくい装備でした。武器に関しては、元は最新の兵器である火薬を詰めた爆弾、鉄ハウと呼ばれるものが絵の真ん中あたりで爆発していますね。日本に鉄砲が伝わる約300年ほど前に火薬を使った武器を目のあたりにしたわけですから、その驚きといったら凄まじかったに違いありません。弓も武士の弓よりもはるかに飛ぶ短い弓が使われ、先端には強力な毒が塗ってあったと言われています。一方、日本側は刀と長くて扱いにくい弓を使っていました。次に、元とはどのような国だったのか、112ページの伊の地図を見てみましょう。元という国はモンゴル人によって征服され、13世紀にはユーラシア大陸の広大な土地を治めていました。日本も支配しようと考えていました。これから2分間ほど書く時間を設けますので、モンゴルの最大の領土を教科書を参考に赤で囲んでみてください。いかがでしょうか？書けましたか？では確認してみましょう。元の領土は3300万平方キロメートルもあり、全世界の4分の1は元の領土であった時期がありました。一方、日本は約37万8000平方キロメートルです。でありました。教科書の地図は、
船乗りが使う地図を用いているので、それほど差がないように思われますが、日本よりも約87倍も元の領土が広い状態でした。問題2を見てください。もし日本が元と戦ったら一体どうなるでしょうか。戦いの様子の表や領土などを参考にしてください。3分間ほど考え、書く時間を設けます。いかがでしょうか。書けましたか。それでは確認してみましょう。元は戦い方や服装、武器も日本より進んでいました。支配した土地も圧倒的に広いということは、兵隊も多いことが予想されます。以上の理由から、日本が戦ったら負ける可能性が高いことがわかります。では、日本に国同士のお付き合いをしよう。まあそう言っても実際には征服目的であったことが考えられますが、何回か使い送りましたが、すべて断りました。元の皇帝フビライ・ハンは怒り、日本、九州ですね、九州地方に2度も攻めてきました。幕府の執権、将軍の次に偉い北条時宗は、全国の武士、御家人たちを集めて戦わせました。ご恩と奉公によって信頼関係の築かれている御家人たちは、我先に九州に集まりました。教科書112ページから113ページにかけているの、かけて載っている戦いの様子は、第2回目の様子と言われています。戦力は日本が圧倒的に不利でした。しかし、2回とも元軍からの侵略を防ぎました。どうしてでしょうか。113ページの絵のように石垣を作ったり、木のように戦い方を変えたりしましたが、決定的だったのは、どちらの戦いも最後は台風により元軍の船が破壊されたことでした。元軍が攻め込んだ時期と台風の時期がたまたま重なったことが原因でした。余談ですが、日本が困っている様子を見て、神様が風を吹かせて悪者を退けたという神風神話は、この出来事で生まれたとされています。元軍が退き、ほっとしたにもかかわらず、新たな問題が生まれました。それはご恩と奉公の関係です。御家人たちは幕府のために、中には借金までして奉公するために九州に行って戦ったのに、肝心のご恩をほとんどの人がもらえず、生活が苦しくなりました。そのため幕府への何かが高まり、幕府の力が変わってきました。一体どうなったのでしょう。二つの括弧の中に正しい言葉を書いてみてください。1分間ほど考え、書く時間を設けます。いかがでしょうか。書けましたか。それでは確認してみましょう。幕府への不満が高まり、幕府の力が弱まってきました。どうでしょうか。書けましたか。でもなぜだったのでしょう。丸三を見てください。なぜ
ご恩がもらえなかったのか、考えて書いてみてください。2分間ほど考え、書く時間を設けます。先ほどの地図も参考にしながら考えてみましょう。いかがでしょうか？書けましたか？それでは確認してみましょう。理由は、海を渡って土地を奪いに行くなどできなかったからです。113ページのおの竹中末永のようにご恩をもらえた人物は稀でした。それでは今日の学習のまとめです。問題4を見てください。括弧に正しい言葉を入れてください。2分間ほど考え、書く時間を設けます。いかがでしょうか？書けましたか？それでは確認してみましょう。鎌倉幕府は御家人たちの努力で元からの攻撃を退けました。しかし、奉公したにもかかわらず、外国との戦いで褒美となるご恩を幕府は与えることができず、御家人たちから不満が出て、幕府の力は次第に弱まっていきました。正しく、括弧の中に言葉が入りましたか？これで今日の授業を終わりにします。次回は新しい単元、室町文化のと力をつける人々です。それでは次の授業まで、さようなら。